集団的自衛権の閣議決定や戦争法案の強行採決、日本は今戦争へと急激に舵取りをしているように見えます。もし戦争が始まり、私たちが戦場に行ったら、そこには何が待っているのでしょうか。2006年、イラク派兵中のクウェートで事故に遭い、その事故を隠蔽されたことによって、重い後遺症に苦しむ元航空自衛官がいます。現在、国を相手取って、その謝罪について戦っている池田頼政さんです。ほんで MRI 入ったら、骨と骨、軟骨が両方軟骨がないので、骨と骨がひっついてるっていうお医者さんが言われて、それからもう仕方なしに食べ物も食べれないんで、流動食、この流動食を飲むようになりました。これは何ですか？これが1日4回飲む。1日何回飲むんですか？4回。4回。食事です。経腸栄養剤。これが流動食っていう。のパワハラが起こった時に客観的にさばいてくれたり、こう調整してくれる機関っていうのが ないんですか？ないんです。もう全部もみ消そうとして、全部池田代わり、全部池田代わりって。うん、みんなに言い続けて、もう僕納得いかないから刑務隊で頑張るんですけど、食欲は自分が死んだ方が他の人には楽に暮らせると思う、しばしばと思う。こんなになってました。ちょうど池田さんが事故に遭われた7月4日というのはアメリカの建国記念日だと思うんですけれども、はい、その時池田さん のチームの皆さんはどういう活動をされてたんですか？アメリカの大きいマラソン大会があるって聞いてたんで、7月4日の独立記念日の朝6時スタート、こっちで6時間の誤差があるんですけど、朝6時スタートで僕はもう準備万端で、もう走る気満々でいました。池田さんはその通信員のチームの中でもずっとこのクウェートのチームの皆さんがいっぺんに走るような、そういうマラソン大会だったんですか？一応勤務者、最低勤務者を残しほとんどの自衛官が参加してました。ああ、なるほど、はい、先ほどお聞きしたら、そのアメリカ軍が200人、また自衛隊が100人と300人で約それくらいです。道路を走るようなマラソン大会が朝から行われていたという、はい、すごい大々的なフェスティバルっていう日だったんですか、はい、そうです。で、池田さんはその中で先頭のチームを走られたということなんですが、はい、そのやっぱり足腰がもともとすごく